ロイストン・リッキード・レンテは、オランダ・ロッテルダム出身のサッカー選手。元オランダ代表。ポジションは主にミッドフィールダー。フェーノールト時代ロッテルダム出身。フェーノールトの D2 チームに入団し、頭角を表す。当初は、左サイドバックを務めていたが、他の選手もいたため、左ウィングで起用されることとなる。ある時チーム遠征で、スイスに滞在した際に、不祥事を起こし、 一時はチームから放出させられそうになったが、テクニカルディレクターの進言によって、かろうじて謹慎処分にとどまることとなる。その後、フェイエノールト参加のエクセルシオールに所属先を移し、再び左サイドバックで起用されることとなり、そこでの活躍が認められてフェイエノールトに晴れて、復帰を果たし、トップチームで起用されることとなり、その後チームではコンスタントに起用されるようになっている。 2007年に開催された UEFAU-21 欧州選手権で最優秀選手賞に輝く活躍を見せて、レアルマドリードが手を伸ばしたが、遺跡金の問題で遺跡は難しいものとなった。しかし、ドレンテ自らが遺跡を希望し、フェーノールとも手放すこととなった。2007年8月、遺跡金1300万ユーロでレアルマドリードに正式加入。加入当初はマルセロ。 ミゲル・トーレス、ガブリエル・エーンセなど、左サイドバックをこなせる選手が全員プレーできない状態であったため、左サイドバックでデビューした。しかし守備力が疑問視されたため、以後は、左サイドハーフ、左ウィングに固定された。移籍直後に、マドリード市内で、警察車両と衝突する交通事故を起こしている。2008年8月には、北京オリンピックに参加、一勝二分で、 グループリーグを突破するも準々決勝でアルゼンチン代表に敗れた。エルクレス時代以後もクラブでは守備力の問題等を解決できず、チーム内での序列はマルセロより下で控えに甘んじ、2010年7月末にリバプール FC への移籍願望を口にしたが、公式決定には至らず、翌8月にエルクレス CEF にレンタル移籍した。翌シーズンにはエバートン FC へ、 レンタル移籍2012年夏にレアル・マドリードとの契約が満了となった。半年間の無所属状態を経て、2013年2月、ロシアの FC アラニア・ウラジカ・フカスへ移籍2013年6月に、レディング FC に移籍した。2014年9月1日、シェフィールド・ウェンズデー FC にレンタル移籍した。2015年1月23日。 スユペルリグのカイセリ LGS スポールに移籍したが、シーズン終了後に退団。2015年9月12日、UAE リーグのバニーアース SC に移籍したことが発表された。契約満了により、バニーアースを退団すると、フリーとなったが、2017年2月に現役を引退し音楽活動を行っていくことを表明した。2018年7月6日、 スパルタロッテルダムと一年契約を結んだことを発表した。ラッパーのユーニークのアルバム、ヘッドコピタリスムに収録されている、タクタキエという曲で歌声を披露している。また2011年にもオランダ人女性歌手とシングルをリリースした。リバプール FC でプレイするジョルジニオ・ワイナルドゥムは、老いにあたる。レアル・マドリード U-21 オランダ代表、ありがとうございます。